それでは集合の例をいいくつか見ていきましょう集合の中には要素が有限個の集合有限集合があります。例えば集合の定義で述べたような空集合あるいは123のように有限個の要素からなる集合 PQRS などたくさんの有限集合があります。 有限集合は無限個存在するわけですね。123の中には要素1が含まれていますからこのような表現になります。また「PRS」という集合の中には「A」は入っていませんのでこのような表現になります。有限集合の場合その要素の数が定まりますのでそれをこのように絶対値のような記号を使って 表したり、もしくはシャープシャープ記号を使ってシャープ括弧集合括弧というように表します。一方要素の数が有限個ではない無限にある集合というのがあります。例えば自然数全体の集合であったり整数全体の集合であったり 有理数全体の集合であったりするわけですねもちろん実数数全全体、体複素数全体などもあります。また皆さんが高校で学んだ平面ベクトル全体や空間ベクトル全体の集合も有限集合ではなく無限集合ということになりますここで数学全般において共通して使われる記号を 投入ししておきまますす自然数全体は N で表しますただ普通の大文字 N ではなくこのように太字であったりもしくは二重線が途中に入っているようないわゆるブラックボードボールドといわれる記号を使って表されます。また整数全体は Z 有理数全体は Q で表します。これらは ナチュラルナンバー、ドイツ語のザーレン、ザーレンですね、整数を表すザーレン、そして有理数はクオーシャント、小であるということからクオーシャントの Q を使って表しています。一貫性がありませんが、まあ、このように一応語源はそのようになっています。また実数全体はリアルナンバー、複素数全体はコンプレックスナンバーで、R と C を使います。 また平面ベクトル全体はこのように実数が2つ並んでいるもしくは空間ベクトルは実数が3つ並んでいることから r2 あるいは r3 のように表します r2 や r3 は後で rn という n 次元のベクトル空間で登場しますのでここでは一つの例として この2つを挙げておきます。なお高校ではベクトルを12や0 1 3と表記しましたが大学ではあるいは線形代数においてはこのように縦に並べたものとして表します。